皆さんこんにちは、物理学者の小林晋平です。今日はですね、この、ブラックホールを表す方程式、これがですね、まあ、一般相対性理論から導かれた方程式なんですけれども、ここに向かってですね、我々の知っている数学からだん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 こう山を登っていく、その第一歩目を始めてみたいと思います。ですね、前にいくつかの動画を使って、これはシュバルツシルトブラックホールと呼ばれるですね、まあ、丸くて、回転とかもしていない単純なタイプなんですけども、そういうタイプのブラックホールの周りの、時間や空間を表す数式であるということはご説明しました。で、まあ、非常に複雑な式なんですけれども、この数式のエッセンスをですね、ここから、取り出してみると、結局どこまでそのエッセンスが簡単化されてしまったかというと、実はこの方程式は、こういう簡単な数式まで落とすことができてしまうと。これは何かというと、直角三角形の三平方の定理に対応している式なんだというところまで行きました。で、これ三平方の定理ということで、まあ、これは中学3年生でやる、中学3年生の数学で学ぶものですけれども、逆に言うとですね、この式がまあここまで落ちてきたということは、逆に言うとこの数式から出発して少しずつパーツを集めていけば、いずれここに到達することができると。で、それはですね、三平方の定理という中学3年生の数学の知識から出発して、ちょっとずつ一般相対性理論に向けての知識を集めていくっていうことなんですね。で、これは、決してですね、難しいことではないんです。ちゃんとステップを踏んで一個一個やっていけば必ず到達することができることなので、ぜひですね、まあ、今日はちょっと第一歩目ですけれども、ゆっくりゆっくり皆さんと一緒にそこまで登っていければなというふうに思っています。で、今日の目標はですね、この三平方の定理、ここからここに至るまでの道のりとして、今日は何をしたいのかというと、この三平方の定理をですね、こういうふうにしたい。はい。式だけ見ると、まあなんか非常に単純なことしかしてないんですけど、式だけ見ると結局何が起きたかっていうと、D というこれがついただけです。この文字式の記号からなんか D の式、 D がついた式が出てきた。で、これ D って何かというとですね、数学的にはこれは無限小というものを表す量です。で、なぜこんな無限小を表す量をつける必要があるのか、それはですね、今日のテーマここに書いてあるんですけど、局所化するという必要性があるからです。で、局所化するってのはこれどういうことかというと、一点で物事を考えられるようになりましょうということなんですが、それは何でかっていう、何なのかというとですね、ブラックホールのようなものが存在すると、その周りがですね、その重力でもって歪みます。で、その時空の歪み具合を調べることが重要なんですね。まあ、それが分かっていると光がどうそこを飛んでくるかとかですね、他の電子とかそういう粒子がどう飛んでくるかってことが計算できるわけです。なので、まあ、結局のところ一般相対性理論は物質があった時のその周りの空間の歪み方を計算する理論なんですけども、その歪み方というのはですね、空間の各点各点で普通は違うんですね。非常に簡単な場合は空間の各点各点で歪み方が一緒になります。例えば綺麗なボール、まあ、地球の表面みたいなものでもいいですけれども、半径が一定のボールみたいなものであればですね、それはここでも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 ですね、全部歪み具合が一緒なんですね。曲がり方が変わらないですけども、一般的には重力が非常に強いところは激しく歪んでいて、重力が弱いところはあんまり歪んでいないというふうに、場所ごとに歪み方が変わるので、今僕らが調べたいこの場所の歪み方は何なのかっていうことを計算できるようになる必要があるんです。で、その歪み具合はこの三平方の定理の特殊な、特殊な発展版ですね、すごく激しい形になっている三平方の定理ですけども、これで表すことができるので、要は僕らがやりたいのは、こういう自分が知りたいこの場所、この場所における三平方の定理がどうなっているのか、それを調べたいんだということなんですね。もう少しせっかくなので、ちょっと具体的にですね、お見せしたいんですけども、ですね、ここに、我々が普段ですね、よく時空の歪みの様子を、直感的に理解していただくために、使っている、柔らかいシートがあります。ここ今ですね、まあ、こう線が引いてあって、まあ、今ピンと張ってる状態ですけれども、これがピンと張ってる時が、まあ、重力がない状態だと思ってください。で、今ね、見やすくするためにちょっとこちら斜めにしているので、もしここをボールをですね、このボールをピンと飛ばしたらもちろん下に落ちちゃいますけれども、もし水平に張っていたらですね、ボールはもしここでピンと弾いたらまっすぐ向こうに進んでいくはずです。でですね、これは重力がない時ですけども、ここにですね、例えば重力源を置いたとしましょう。まあ、こういうマグカップのちょっと重たいやつを置いたとします。
そうすると当然ですね、シートはこういうふうにへこみますね。でこのへこんだシートのところでこのボールをもしピンって弾いたらどうなるか。まあ今だと当然こう下に転がっていっちゃうんですけども、たとえ水平に張っていたとしても、マグカップによって穴ぼこへこみができてますから、ボールをピンと弾いたらボールはキューッとこういうふうに穴に沿ってカーブを描いていくはずです。まあちょうどこれがですね、実はまあこれ例えば地球だとすると、地球があってその周りの空間が歪められて、その歪んだ空間を月がぐるぐる回っているというような状況に対応してるんですね。というわけで、まあこうして見ていただきましたように、このですね、空間の歪み、物質が存在することによって時空に発生する空間の歪みというのは、時間や空間のいろいろな点ごとに違ってるわけです。なのでこの場所における歪みはどうなの、この場所における歪みはどうなのっていうふうに一点一点に注目したいので、これでは都合が悪くなってくるんですね。さあどういうふうに都合が悪いのかということなんですが、この三平方の定理の式はですね、まあ書くならば、まあ、こんな感じなんです、横軸に x を取って縦軸に y を書いて、まあ、こういう二次元の面を考えましょう。平らな二次元の面を考えましょう。でですね、三平方の定理というのは、ここにこう例えば直角三角形が1個ありますと、ここに直角三角形がありますとしたときに、この長さを例えば x、 この長さを y だったとしたときに、この長さがいくつなのか、この長さが、この式で与えられると、x2 乗プラス y 乗のルートで与えられると、まあ、両辺を2乗すれば、まあ、こう書くことができると。これが三平方の定理ですね。つまり x と y という長さをそれぞれ持っているような直角三角形があったときに、斜めの長さが分かる。だからそれは別の言い方をすると、この離れた2点間の距離を x と y から求めることができると、まあ、そこに使える式が三平方の定理でした。でですね、まあ見て当たり前なんですけども、三平方の定理は直角三角形について考えるわけですよ。ですので直角三角形っていうのは普通大きさ、有限の大きさ持ってますからね、この辺りの三角形を考えてるわけですね。でも僕らは知りたいのは、どこか一点、例えばこの原点における三平方の定理、こういうのを考えたいんです。原点における三平方の定理を考えたかったらどうしたらいいかというと、これをどん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 縮めていきます。どん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 縮めていきます。これを小さく小さくしていくと、例えば小さくしていったらここまでこう縮むかもしれません。でさらにこれをもっと小さくしていったら、まあこんな感じで縮んでくるでしょう。でさらに縮めていったらって、もちろん最後はまあ大きさがなくなってくるわけで、大きさがなくなって点になってしまったら、それ三角形じゃないよねって思った人いると思うんですけど、まさにそれはその通りです。でそれ、まあここにも無限小って書いてあるんですけど、実はですね、無限小というのはちゃんと意味があって、本当にゼロにしているわけではないんです。一点を考えているのではなくて、もしこの大きさを一点にするような極限を取ったとしたら、その極限はどんな値に近づくとみなすのが妥当だろうかというのを表している記号がこれなんです。その無限小のこの D にはですね、そういう気持ちが込められています。でちなみに物理ではですね、有限の大きさの時は、この D ではなくてデルタっていう記号を使うことが多いです。まあ直角三角形、そもそもどこに書いても構わないんですけども、例えばこんなところに書いたとしましょうか。そうするとこの有限の大きさの三角形の時は、我々はよくここをデルタ X と書きます。そしてここをデルタ Y と書きます。でそうすると当然ここの長さもやはりデルタ S になるんですが、デルタ S はこういう感じですね。それぞれの2乗をして、まあ、ルートを取ればいいと。ということで、先ほどと同様でデルタ S の2乗は、まあ、よく我々はもう括弧も省略しちゃうんですけども、こんな感じで書くことができます。これ気をつけてください。デルタ X はこれはデルタ ×X ではありません。デルタ X で一文字です。まあ、なんか漢字の変と作りみたいなもんだと思ってください。これがワンセットの一つの文字なので、まあこれで間違いないでくださいね。なのでここに2乗がついてますけども、ここ全体を2乗しているのと同じことになります。でこれが有限の場合の三平方の定理です。でこれをさっきのようにどん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 小さくしていくという極限を取って、例えばこの点に向けてどん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 小さく、どん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 小さく、どん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 小さくしていきます。どんどん小さくしていくと、まあ、やがてほとんどこの一点で成立すると思えるような
三平方の定理が出てくると思うんですけれども、あの今考えているこの平面はここ、まあ、平面って私言いましたけども、ここは平面、平らなところで曲がっていないので、これはですね、たとえどの場所にこれを近づけていったとしてもですね、まあ、少なくとも、この有限の大きさの三角形見てればお分かりいただけると思うんですけど、三平方の定理変わらないはずですよね。何を言ってるかというと、これをですね、例えば今度はこの点に向けて小さくしていったとしたら、まあ、こんな感じになると思います。でこれを小さくしていくと、また再びこんな感じになると思います。ですけども、いずれにしてもここに縮めようがここに縮めようが、三平方の定理は結局これなんですね。それはすなわちこの空間が全く曲がっていなくって、でここで貼っている XY という座標形を使って書いている限り、これの、三平方の定理が変わらないということなんです。というわけで、まあ、一点に縮めたとしても、そういう極限を取ったとしても、この三平方の定理は変わらんだろうなということで、ここからですね、まあ、ちょっとかっこよく書けば、デルタ X 二乗プラスデルタ Y の2乗をデルタ S もデルタ X もデルタ Y も0に近づけるような極限を取ると、こんな感じになるというわけで、さあブラックホールの方程式へ向けた一番最初のステップである三平方の定理から無限小の、三平方の定理に拡張するという作業がこれで完成しました。